うちの制服じゃない。てかなんでこうなった。私の方が先でした。隣の席が空いています。移ってください。ここは毎日俺が座ってる席だ。あんたが移れ。ほら上杉君が女子とご飯を。うわマジ。ちあいつら。顔真っ赤。無理してんじゃねえよ。ま勝手にすれば。いただきます。行儀が悪いですよ。食事中に勉強ですか。テストの復習してるんだ。ほっといてくれ。へえ、よほど追い込まれているんですね。何点だったんですか。あ、おい。上杉風太郎くん、得点は100。これ。ああ、めっちゃ恥ずかしい。わざと見せましたね。